みです。今日はお菓子のパッケージを使ってじゃん、手作りのポーチを作っていきたいと思います。簡単なのでぜひ試してみてください。それでは DIY スタート。材料はこちらです。ポーチにしたいお菓子、両面テープ、お菓子のパッケージの上部にサイズの合うファスナー、そしてハサミです。今回はハリボーのミニサイズに合う12センチを手芸屋さんでゲットしました。まずはお菓子のパッケージの上部をハサミでまっすぐに切ります。出てきたお菓子は後で美味しくいただきます。そして袋を石鹸などで中をきれいに洗って乾かします。続いてファスナーに長さを合わせて両面テープを出したら、このままだと幅が広すぎるので両面テープを半分に切っていきます。これ後からハサミがベタベタになって子供の頃お母さんに怒られたやつを大人になってもやります。こんな感じです。そしたら両面テープをファスナーの端っこにペタペタと貼っていきます。ワクワクさん気分で楽しんでやってください。いざ接着ということで、パッケージの上部に取り付けていきます。両面テープでつけてファスナー簡単に取れないのって思うかもしれないんですけど、結構両面テープの力は強いです。そしたら反対側も貼り付けていきます。端っこからつけていったら最後長さが余ってしまったので、今回は真ん中からダイレクトにドンと貼り付けて、後からこの端っこの部分を微調整しました。こうするとファスナーとポーチの長さがしっかりと合うと思います。はみ出た両面テープは後からハサミで切ったりして調節してください。これでお菓子のパッケージがポーチに変身しました。飴やコスメなどちょっとしたものを入れるポーチに大活躍してくれます。ちなみにこのピロピロが出たままにわざとしてるんですけど、私はあえてこれが出てることによってチャックがついてるよっていうのが分かってポーチらしく見えるので、そのまま使っちゃってます。気になる方はね、これを入れて作ってもいいと思うんですけど、入れるってなるとね、結構難しい色がアップするので、私は出たままでも可愛いかなと思ってます。こういうちょっとパリッとした生地のものだったら何でもポーチにできるので、ぜひ試してみてください。この動画が良かったよって方は高評価ボタンをお願いします。そして私のチャンネルをまだ登録していない方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ビデオを最後までご覧いただき本当にありがとうございます。また次のビデオでお会いしましょう。石井亜美でした。